ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は素粒子というものを知っているだろうか。ニュートリノなんて呼ばれることもある物質のことだが、映画なんかで聞いたことがある人もいるだろう。私は全く知らないわ。でも確かマーベルのアントマンなんかで物理学者がめちゃめちゃ言ってた気がする。素粒子の話が難しすぎて主人公が物理学者に語尾に素粒子ってつけてる？って冗談を言うシーンだな。確かに理系の人じゃないと理解が難しい人もいるだろう。今回はそんなニュートリノについて詳しく説明するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずニュートリノはイタリア語で、電気を帯びていないプラス小さいという意味を持った素粒子の一つだ。素粒子っていう括りの中にニュートリノがあるのね。その素粒子とは、物質を極限までバラバラにすると現れる要素だ。物を構成する一番小さい単位のことで、例えば霊夢の体も、着ている服も、いつも食べている食べ物も、水もみんな素粒子の集まりだ。一番小さいのって原子だと思ってた。この素粒子には大きく分けて物質を作る物質粒子、力を伝えるゲージ粒子、質量を与えるビッグス粒子の、3種類の特徴を持つグループがある。さらにそれぞれの素粒子に対して電気の符号が反対の性質を持つ反粒子と呼ばれる粒子も存在する。ニュートリノは物質粒子の属するレプトンという素粒子の仲間だ。なんだか話がややこしくなってきたね。確かに難しかったかもな。じゃあまずは素粒子の集まりというのが何なのか紹介するぜ。なんとなく流してたけど、確かに説明してほしいわね。例として人の体を素粒子まで分解していくぜ。まず人は細胞でできている、これは知ってるな。それはさすがにね。その細胞は様々な分子でできている。そしてその分子もいくつもの原子がつながってできているぜ。私はこれが一番小さいものだと思っていたけど。そうだ。この原子が最終的に行き着く最小要素ではなく、これは原子核とその周りを電子が飛んでいる構造をしている。この電子こそが、レプトンという種類の素粒子なんだぜ。確か原子は電子と陽子があったもんね。そのうちの電子が素粒子ってわけだ。さらに原子核は陽子と中性子でできている。そしてこの陽子や中性子というのは、クォークという種類の3つの素粒子でできている。人だけではなく、机でもペンでも肉でも水でも全てのものはたった数種類の素粒子でできているんだ。原子よりももっと少ない種類の物質だけでできてるなんて、なんだか不思議な気分だね。そうだな。そう考えると素粒子を少し身近に感じるだろう。その一つであるニュートリノは、とても不思議な性質を持ち合わせている。不思議な性質？何それ教えてよ。なんと宇宙から常に私たちが住んでいる地球に降り注いでいるんだぜ。ここからはそれに関して説明していくとしよう。まずニュートリノはプラスの電気もマイナスの電気も帯びていない。だから他のものとくっついたり反発したりすることはないぜ。電子が帯電していると磁石みたいに物質同士が引き合うのよね。またニュートリノは非常に小さく、原子の中も通り抜けることのできる物質だ。実は私たちの周りにもたくさんのニュートリノが飛び交っている。この動画を見ているこの瞬間も1秒間に約100兆個のニュートリノが私たちの体を通り抜けているぜ。しかし知っての通り、それを私たちが感じることはできない。幽霊とか霊体みたいだね。もしかしたら幽霊はニュートリノで形成された存在なのかも。そして現在、3種類のニュートリノが存在することが分かっている。それが電子ニュートリノ、ニューニュートリノ、そしてタウニュートリノだ。単語だけ並べられてもよくわからないけどね。まあ聞くんだぜ。2015年にノーベル賞を受賞した。東京大学の梶田氏らが行っていたスーパーカミオカンでの実験によって、この3種類のニュートリノがそれぞれ姿を変え合っているというニュートリノ振動を測定された。これによってニュートリノに質量があることを発見されたぜ。私たちの体を通過し続けてる物質に質量があるなんてね。それまでニュートリノには質量がないと考えられていたため、素粒子物理学の世界に一石を投じる衝撃的な発見だった。素粒子物理学って名前がすごく仰々しいわね。天才たちの学問って感じ。っていうか質量も感知できないような物質を一体どうやって見つけたのよ。認識できないなら普通そんなものないで片付けるでしょうに。当然の疑問だな。これを説明するにはニュートリノの歴史を説明しないといけないな。じゃあどうやって研究されてきたかを解説するぜ。1930年頃一番初めに何かがいる、と思ったのは、オーストリアの物理学者パウリだ。彼はベータ崩壊という現象を研究中に、中性子の時よりも崩壊してできた陽子と電子が持つエネルギーが少ないということに気がついたんだ。知り合いが同じことを言い出したらちょっと頭を疑いそうだけど、ちゃんと理論には則ってるんだぜ。
この結果からエネルギー保存の法則と矛盾しているように見える現象の裏には、隠れた粒子がエネルギーを持ち去っているのではと考え、ニュートリノの存在を予想したんだ。学者とはいえよくそんなことを考えつくね。もう魔法とかそんな次元だよ。そして1933年頃、この不思議な粒子に名前がついた。名前をつけたのはイタリアの物理学者エンリコ・フェルミだ。パウリの考えた理論をもとにベータ崩壊の研究をしていたフェルミだ。いよいよ見えない物質に名前をつけたのね。1953年、パウリが予想したニュートリノを1956年にアメリカの物理学者、フレデリック・ライネスが本当に見つけることができた。彼らは原子炉から生まれるニュートリノの検出に成功したぜ、命名から20年以上も経っての発見だった。20年、目に見えないものを探すのって難しいんだね。ちなみにニュートリノを発見したフレデリック・ライネスは1995年にノーベル賞を受賞した。功績から見るに当然の結果だね。1970年、70年代に同じくアメリカの物理学者、レイモンド・デイビスが太陽内部の核反応から生まれたニュートリノを初めて観測した。それまで理論上に存在するとされていた量よりもはるかに少なく、理論の組み立てを一から再検討することを求められる契機になった発見だった。ニュートリノの生まれ故郷を見つけたのね。っていうかよく発見したね。ちなみに2002年レイモンドはノーベル賞を受賞したぜ。ニュートリノの研究はどれもノーベル賞並みの功績ね。1987年に東京大学の小柴教授のグループが、岐阜県神岡鉱山跡に建設された神岡でニュートリノ観測装置により、超新星爆発で放出されたニュートリノ検出に成功した。まさか日本人もニュートリノ検出に関わってきてるとは、さすが東京大学。1998年頃日本でもスーパー神岡でにより、大気ニュートリノの観測が続けられ、その観測結果により東京大学の梶田教授らはニュートリノの振動を発見した。ニュートリノが質量を持つことを初めて証明し、今後の研究に大きな影響を与えたぜ。これはさっきも言ってたやつよね。質量を初めて検知したっていうやつ。ニュートリノの実態は、たくさんの物理学者が長い時間をかけて明らかにしてきた。そしてその成果のいくつかにはノーベル物理学賞が授与されている。現在もアイスキューブ実験をはじめ、世界中で多くの研究者により、ニュートリノの研究が進められているぜ。これからももっと新しい発見があるかもしれないね。っていうかそんなニュートリノはどうやって捕まえてるの？捕まえないと研究もできないじゃない。当然の疑問だな。目に見えず通り過ぎてしまうニュートリノを捕まえるのは容易なことではない。しかし物質と滅多に反応しないニュートリノも、原子核や電子とぶつかった際に反応作用で光が発せられることがある。この光をチェレンコフ光といい、研究者はこの光を使ってニュートリノを検出する方法を思いついた。思いつく知識量もすごいし、発想もすごいね。岐阜県網岡鉱山跡にあるスーパー神岡では、大きなタンクに水を溜めてこのチェレンコフ光を検出しニュートリノを捕まえる観測装置だ。岐阜県にそんなハイテク装置があるとは。多くのニュートリノを検出するにはより大きな観測装置が必要だ。大きなタンクを作るには広大な土地が必要になる。地球上に存在する湖や海などを検出装置に使うという案も考えられたが、波や風の影響が検出の妨げになる。生き物なんかにも影響があるかもしれないしね。そこで当センターが参加する遺跡キューブ実験が着目したのは、同じ水分子を含む氷だ。冷やし固められた氷であれば、波や風に影響を受けることもない。でもそんなに大きな氷なんてどこに置けるの？どこに置いても日光とかで溶けちゃうでしょ？そこで透過性の高いよりクリアな氷が1年中ある南極点に世界最大のニュートリノ観測施設を建設した。氷の中に埋められた5160個もの光検出器が、南極点の氷河下を通るニュートリノが水分子に反応して発する光を捕まえる。南極ってただ寒いだけの場所だと思ってたけど、人類の新発見が詰まったフロンティアなんだね。どうやってニュートリノを感知しているのかは分かったけど、一体どんなことがわかるの？ニュートリノは宇宙の中で光の次に数の多い素粒子だ。目には見えないが私たちの周りを飛び回っている。最初の説明で紹介していたわね。しかしその数に反してその謎はあまり解明されていない。ニュートリノの性質を理解することで、宇宙の誕生や起源の謎を解き明かすことができるのではと考えられている。宇宙の始まりがわかるなんてすごいね。もうファンタジーの領域だ。多くの研究者が着目しているのは、何でも通り抜けてしまうニュートリノの貫通力だ。中でもニュートリノは宇宙線という光のスピードで、
宇宙から地球に降り注ぐ高エネルギーの束の起源を解明するために重要な要素になると期待されている。宇宙線っていうのは？とても簡単に説明すると飛び交う高エネルギーの放射線のことだ。詳しい説明は省くが地球上の加速器でも簡単には作り出せないほどの速度で動いているぜ。宇宙船はその発見から100年以上経った今でもその実態は分かっていない。その起源を明らかにすることは宇宙物理学最大の課題だ。宇宙は謎でいっぱいね。宇宙船は宇宙のどこかで発生し、地球に届くまでの間に宇宙空間を満たす放射やガスなどの影響を受けその方向を変えてしまう。このことから宇宙船の到来方法を解析するのは至難の業なんだぜ。ほう、かなり難しい話になってきた。宇宙船が何かに衝突した際、ニュートリノが飛び出すということがわかっている。ニュートリノは放射やガスと衝突することもなく、磁場によって軌道を曲げられることもない、だからそのまままっすぐ飛んでくる。だから宇宙船やガンマ線とは違い、遠方の遥か彼方から飛んできてもその道筋をたどることができるんだぜ。宇宙船の起源をたどれるかもしれないってわけか。途方もなくて想像がつかないけど。そうだ。また現在の最新技術やテクノロジーをもってしても、観測することができない遠い遠い宇宙を通り抜けてくるこの素粒子を研究することは、まだわかっていない宇宙の謎を解明する一歩となる。基礎研究が大事ね。というわけで解説は以上だ。今回はニュートリノの謎について紹介してきたが、霊夢、どうだった？理系じゃないと少し難しい話だったけど、宇宙の謎とかスケールの大きな話が聞けてすごく面白かったわ。今まで名前も聞いたことがなかったような素粒子で言葉の意味が分かったのもすごく嬉しかったよ。確かに友達とかに話せればなんだか頭が良さそうに見えるかもしれないな。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。さて、今日は宇宙最大の謎、暗黒物質についてゆっくり解説していこうと思うんだけど。そんなありふれたお題なの？あ、いいの？そんなこと言って。何か新しい情報でもあるわけ？それは聞いてからのお楽しみだ。なんせ宇宙最大の謎だから。もったいつけてないでさっさと始めなさいよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。で、霊夢はダークマターについてどれくらいのことを知ってるのかな？バカにしないでくれる？ダークマターは宇宙の4分の1を占める物質でしょ。お、その通りだ。2013年に欧州宇宙機関が、プランク宇宙望遠鏡の観測データをもとに、全宇宙の 26.8% はダークマター、68.3% がダークエネルギー、そして残りの 4.9% が原子であると発表しているね。でも、宇宙全体の規模も把握できていないのに、そんなの一体どうやって測ったのかしら？それな。そもそもダークマターっていうのは直接観測されたものではないし、天文学的に考えて、そこに何かはあるように見えるけどなんだかわからない物質に無理やり名前を付けただけの仮説上のものだから。その量を正確に把握しようってのにも無理がある。そうよね。それでも、歴代科学者たちはそれをなんとか数値的に証明しようと躍起になったわけなんだけど。1930年頃からもうすでに、宇宙には観測できない何かが確かに存在するっていう矛盾した説が持ち上がってきてたんだよね。最初にダークマターを見つけたのは誰なの？1933年に、アメリカ在住のスイス人天文学者フリッツ・ツビッキー氏が、ビリアル定理を用いて髪の毛座銀河団を調べていたとき、銀河団の質量が光を用いた観測で導き出される質量と大いに異なっていることが分かったんだ。つまり、予想以上に大きかったってこと？そうだね。この数値の違いが銀河中のミッシングマスを浮かび上がらせることになり、ツビッキー氏は絶対に目に見えない何かがあるはずだと考えたんだね。3年後の1936年には、ツビッキー氏の同僚だった天文学者のシンクレア・スミス氏が今度は乙女座銀河団を観察し、ツビッキー氏同様、暗黒物質の存在を示唆する結果を得たと言われてる。ツビッキー氏はこれらをまとめ、翌年1937年に天文学の査読付き学術雑誌アストロフィジカルジャーナルに発表したんだぜ。この二人が最初なの？これより前にも暗黒物質という言葉を用いられたことはあるようだけど、存在が示唆されたのは初めてみたいだね。1986年に宇宙の大規模構造という大きな発見がなされてから、この構造を説明するためには暗黒物質の存在が必要だったんだよね。その後、重力レンズの発見によりダークマターの存在はより確実性を帯びてきたとされている。重力レンズって何だっけ？重力レンズとは、銀河とか恒星が放つ光を途中の天体なんかの重力がレンズのような役割をして屈折させてしまう現象だよ。
ダークマターは顕著にこの重力レンズの作用を引き起こすと言われてるんだ。そこに何かがあるから光が曲がってしまうんだものね。あと、最近の研究では、2013年に世界最大の素粒子物理学研究所とされる欧州原子核研究機構で、マサチューセッツ工科大学教授である中国系アメリカ人研究者、サミュエル・ティン氏率いる研究チームが、国際宇宙ステーションに搭載されたアルファ磁気分光器を使って陽電子を観測したことで、暗黒物質が実際に存在することを示唆する証拠になるのではと言われているみたいだな。陽電子があるとなんでダークマターの証拠になるの？霊夢は、我々の身の回りにあるものすべてが原子でできていることは知ってるよね。そうね。こういう通常の物質っていうのはそもそも4つの異なる相互作用をするんだけど、例えば手に持ったものを離せば地面に落ちていくのは重力的相互作用、髪の毛を下敷きで擦ると逆立っちゃうのは電磁相互作用、それから天体の中心核で陽子や中性子がバラバラになったりせずにまとまってるのは強い相互作用が働いているからで、反対に弱い相互作用が働いていないと太陽なんかの核融合は行われなくなっちゃうみたいなんだよね。重力相互作用、電磁相互作用、強い相互作用と弱い相互作用の4つね。そう。そしてこの中で電磁相互作用をしている物体っていうのは電磁波を放射しているから、赤外線カメラにも当然反応するんだよね。もっと言えば物を触ったりした時に感じる触感も、原子同士の圧力によるものなんだよ。ふむふむ。それで？一方で、暗黒物質と名前を付けられた物質は電磁相互作用をしないため、光学反射型望遠鏡にも電波望遠鏡にも反応してくれないんだ。だから暗黒なのよね。そうなんだけど、こいつら重力相互作用はしてんだぜ。なるほど、近隣銀河の形や星の軌道に影響を与えたりはするものね。そそ、そこへ来て、研究者らの研究チームが陽電子の観測に成功したことで、そこには得体の知れない何かが存在するという説に確実性がもたらされたんだ。なるほどねー。でも、宇宙の中で星とか隕石とか、そういう原子部分を除いた部分ってダークマターとダークエネルギーがあるんじゃなかった？違いは？おお、いいところに気がついたな。ダークマターってのは宇宙のそこら中に塊として存在する物質なんだけど、今のところダークマターの実体として考えられているのは、超大小星粒子ニュートラリーノやアクシオンといった存在の未確認素粒子なんじゃないかという説や、宇宙のごく初期に形成されたブラックホールなんじゃないかという説もあるね。一方で宇宙の 68.3% を占めると言われるダークエネルギーってのは、まるでダークマターと天体など物質の存在の間を埋めるように宇宙全体に均一に存在する物質なんだよ。ああ、なんとなくわかったわ。アイスコーヒーね。は？グラスの中に氷入れてコーヒーを注ぐと、氷たちの隙間にコーヒーが流れ込むじゃない。ダークエネルギーはそのコーヒーみたいな存在かしら？かなり乱暴だけど、無理やり例えようとするとそんな感じかな。でも、ダークエネルギーには、その例えでは説明できない奇妙な力があるんだぜ。どういうこと？現在わかっていることとして、ダークエネルギーには、反重力性を持つ負の圧力があるとされているんだよ。なんなのそれ？ダークエネルギーって、実はまだ比較的新しい概念で、初めてこの言葉が使われたのは1998年だと言われてる。マイケル・ターナー氏がツビッキー氏のダークマターに習って命名したんだそうだ。え、そんな最近だったの？そうなんだよね。1990年代後半になって、アメリカ生まれで現在はオーストラリア在住の天体物理学者ブライアン・P・シュミット氏率いる、ハイゼット超新星探索チームと、同じくアメリカの天体物理学者ソール・パールムッター氏が率いる超新星宇宙論計画という二つの大きな研究観測チームが、地球から遠くにある超新星爆発を観測していたところ、従来の超新星爆発よりも速いスピードでぐんぐん遠ざかっていることを発見したんだ。だって宇宙は膨張してるからでしょ？しかもその膨張速度がどんどん速まってることがわかったんだよ。え？そうなの？実は、それまでの宇宙論っていうのは、宇宙がどんどん膨張していても、宇宙全体の重力のせいでやがてその速度は減速されていくだろうと考えられていたのだが、ここへ来て何かがその速度を押し上げてるってことが推測されたんだよな。で、その何かってのがダークエネルギーだと？そうだね。むしろ、何者かわからないからダークエネルギーと名付けられたってのが順番かもな。宇宙を押し広げる力を持つ何かね。その通りだ。しかも重力に逆らって膨張させるとてつもなく大きな力だ。当然これについても調べられているんでしょ？もちろんだよ。例えば銀河の遠ざかるスピード、
すなわち宇宙の膨張率を調べることでダークエネルギーの性質やなんかも分かってくるはずだ。散々膨張し続けても全然減らないエネルギーってのが一体どんなものなのかって、想像もつかないんだけど。実は、まさにこのダークエネルギーによる宇宙加速膨張を測定するために、ダークエネルギー分光装置という観測装置が、アメリカはアリゾナ州、キッドピーク国立天文台の名誉ル望遠鏡に設置されているんだよ。2021年5月から本格的に稼働されているのだが、この DESI は観測開始からわずか7ヶ月という期間で約750万個の銀河の測定を完了したみたいだな。ものすごい仕事よね。銀河数だけじゃなくて、観測感度や探査領域の広さについても史上最高レベルのデータが得られたと言われてるんだぜ。実際、この DESI による赤方辺位サーベイ観測により、これまでになく詳細な宇宙の立体的な 3D マップの作成に成功したと、アメリカ、エネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所が2022年1月13日に発表してるんだそうだ。すごい。あっという間に宇宙地図完成ね。この探査計画は5年間かけて行われるのだが、これからも主に北天から全天の約3分の1の1万4000平方度という範囲にかけて探査を行う予定だから、さらに成果が出てくると思うよ。すごい。でも、この 3D マップが作られたことでダークマターやダークエネルギーを解明する糸口にはなるんだけれど、まだまだ入り口に立ったばかりだとも言える。厳しいわね。ただ観測に成功しただけじゃ謎の解明には至らないからね。一体これらがなんで構成されていて、何の作用で不思議なエネルギーが存在しているのか、そこを解き明かしていく必要があるよな。科学者みたいなこと言うじゃない。ちなみに、日本でもダークマターとダークエネルギーの正体を解き明かし、宇宙の起源を研究するためのスミレプロジェクトっていう計画が進められていたんだぜ。そうなの？日本で観測したの？いや、厳密にはハワイのマウナケア山頂にある国立天文台のスバル望遠鏡で行われたんだけど、これに新開発の超光子やカメラ HSC や超光子や分光器 PFS なんかを取り付けて、詳細な観測が行われたんだ。それで、暗黒エネルギーの正体は暴けたわけ？東京大学の化物理連携宇宙研究機構、東北大学、イギリスのバーミンガム大学、台湾の中央研究院が参加した研究チームが、スバル望遠鏡の観測データのうち50もの銀河団のデータを用いて、宇宙空間におけるダークマターの密度分布を求めたところ、これがいわゆる冷たい暗黒物質、コールドダークマターモデルの予言と一致することが確認されたのだが、コールドダークマターモデル？暗黒物質ってその正体はまだ全然謎に包まれてるけど、ある程度性質は分かってきてて、速度分散の激しい熱いダークマターと、比較的穏やかな冷たいダークマターがあるとされてるんだ。この研究で冷たいダークマターの予測図と実際の分布が重なっていたことから、少なくともコールドダークマターに関しては存在の証拠をつかんだことになるそうだよ。日本の研究も頑張ってるわね。この研究はまだまだ他の銀河に対しても行われるだろうから、さらに新しい発見がもたらされることになるだろうね。さて、今日は宇宙最大の謎、ダークマターとダークエネルギーについて見てきたけど、どうだったかな？宇宙の 95% がほぼ謎の物質に埋め尽くされてるって考えたら、ある意味途方に暮れちゃうわ。ところで、ダークエネルギーが宇宙の膨張に関与してるってのは分かったけど、もしそれが間違いないとしたら、今後ダークエネルギーの宇宙全体の割合が増えていくことになりそうじゃない？それについても難しいところで、ダークエネルギー自体が膨張しているのかとか、膨張によって宇宙全体の構成密度はどう変化しているのかとか、ダークマターとダークエネルギーの性質をもっと解明していかないと測りえない部分ではあるよな。何かこう、ブレイクスルーが近い将来に起こるといいわね。そしたら宇宙の謎が一気に解き明かされるかもだな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は理論と観測が一致しないリチウムの謎を紹介していくぜ。これは宇宙の中でも最大クラスの謎と言われていて、今でも議論がされているんだ。まずはリチウムの解説だ。リチウムには天然にリチウム7とリチウム6の2つの同位体がある。そしてリチウム7の存在比は 92.5% だ。同位体っていうのは？同位体とは同一原子番号を持つものの中性指数が異なる各種の関係を言う。同位元素とも呼ばれる。同位体の表記は元素記号の左肩に質量を付記し、例えば炭素で質量数が14の場合、炭素14と表記する。
そして自然界における同位体の存在比を同位体比という、太陽系内の物質の同位体比は放射性物質の影響及び、同位体効果を除くと極めて一様であると言われている。じゃあリチウムの場合リチウム7が質量数7で地球の中ではメジャーなリチウムなんだね。スマートフォンや電気自動車のバッテリーに欠かせない物質のリチウムは、宇宙誕生時のビッグバンで生まれたと考えられているぜ。ビッグバンによって誕生したリチウムはその後宇宙空間で増えていることが確認されており、どうやって誕生したのか現在も議論がなされている。さすがに科学が発展しても宇宙の始まりはかなりの難題なんだね。金属の中で最も軽いリチウムは、138億年前に起こった宇宙の始まりである。ビッグバンによって生み出されたと考えられている。ビッグバン発生時にプラズマ状態だった宇宙は、膨張して冷え始めるとともにビッグバン原子核合成が起こり、ビッグバンから3分後には水素、ヘリウム、リチウムなどの比較的軽い元素が誕生した。そこまでわかってるなら大したもんだと思うよ。ビッグバンによって発生した初期宇宙にある原子リチウムの量については、宇宙の観測から算出される水素量と理論値の間には大きな隔たりがあることが知られている。この不一致は宇宙リチウム問題、と呼ばれ、ビッグバン理論に残された大きな謎として知られているぜ。かなり有名な問題なんだね。これだけ話してもわからないだろうから。この宇宙リチウム問題について詳しく解説していくぜ。宇宙誕生直後に存在した元素の大部分は最も軽い水素だが、ビッグバンによってちょうどいい高温高密度状態が一時的に存在したことで、多少のヘリウムとごくわずかなリチウムなどが生成されたと考えられている。さっきも少し説明してたね。このプロセスはビッグバン元素合成と呼ばれ、理論値的に計算できる元素の量が観測とよく一致するため、ビッグバン理論の裏付けにもなっている。ただし、リチウム7だけは理論的な推定値が観測に基づく値の3、4倍になってしまう。これが宇宙リチウム問題の概要だぜ。さっきから理論値って言ってるけど、なんでそんなにリチウムを少なく推定してるの？ちょっと多く発生してそのまま残ってるとかではないの？ビッグバン元素合成は20分程度続くがその間に合成されてリチウム7は後に残らない。すぐに陽子と反応して2つのヘリウム4に分解されてしまうからな。リチウムでなくなっちゃうんだね。一方、同じ質量数7を持つ放射性核種ベリリウム7も合成され、これが20分のうちに分解されず残り、半減期53日でリチウム7に変換される。このことから宇宙に残される、リチウム7の量を計算するには、20分で作られるベリリウム7の量を計算すればいい。探偵バリの推測能力ね。物理学者ってすごい。それとは別に宇宙誕生時に比べると現在の宇宙空間には多量のリチウムがあることが確認されている。まだまだ増えてるんだ。比較的最近形成された若い星の表面から大量のリチウムが放出されているのを天文学者は観測しており、銀河系には太陽の150倍の重さのリチウムが存在すると推測されている。ちなみにこの量はビッグバンで作られたと考えられているリチウム量の約4倍にもなるそうだ。地球にあるリチウムも、ビッグバン誕生後に生まれた新しいリチウムに由来すると考えられているな。電池とか電化製品の中に、まさか宇宙の始まりからある物質が含まれているとは。この過剰なリチウムがどこから来たのかについて仮説が立てられ、3つの要因が挙げられている。1つ目の可能性は宇宙船だ。宇宙船じゃなくて？宇宙船は陽子を中心とする高エネルギー放射線で、宇宙空間を飛び交っている。宇宙空間を飛び交っている宇宙が膨張するに伴って誕生した酸素などの物質により、原子量の小さいリチウムに分裂したと考えられている。かなり信憑性があるね。ここでも議論されてるってことは何か問題があるんでしょ？そうだ。イリノイ大学のブライアン・フィールズ教授によると、宇宙船によって誕生したリチウムは全宇宙にあるリチウムの 20% に満たない量だとのこと。20% じゃ少し足りないかも。その通り、ビッグバン発生時に誕生した原子リチウムが約 20% なので、残り 60% のリチウムには別の起源がありそうだな。でもまだまだ説はあるよね。次に紹介するのは AGB 星だ。星は誕生とともに姿を変えていくことが知られている。最初は水素を核融合させることでエネルギーが発生する。次にヘリウム、炭素、酸素などを核融合させ続けて星は質量が増えていく。太陽の10倍程度の重さに達した恒星は AGB 星と呼ばれており、星の一生の中では末期にあたる。
AGB 星が何なのかは分かったけど、それがどうしたの？この AGB 星は核融合でリチウムを生成し、作られたリチウムは星の表面に到達し、宇宙へと放出されると見られてるぜ。太陽レベルの星たちが今でもリチウムを増やし続けてるんだね。次は、ノバエと呼ばれる恒星の爆発がリチウム発生源であると考えられている。なんかかっこいい名前。ノバエは白色矮星の表面で起こる爆発のことだ。白色矮星が他の星と共に軌道に乗っている場合、重力の大きな白色矮星は水素などを他の星から引き出す可能性がある。星から引き離されて白色矮星の表面に溜まった物質は、温度と圧力が高まり最終的に核融合反応が起こり、リチウムが発生すると考えられているぜ。難しいけど他の星から奪い取った水素が爆発でリチウムになるんだね。核融合反応では発生する熱によって連鎖的に核融合反応が起こり、ついには地球から確認できるほど明るく輝く星として爆発する。これをノバ、と呼ぶぜ。ノバっていう単語は確かに聞いたことあるよ。多数のノバが起こるのがノバエというわけだ。ノバエによって瞬時にリチウムなどの物質が、秒速数千キロメートルという超高速で宇宙空間に放出されると考えられている。ここまでが今までに提唱されてきた説たちだ。じゃあここからは最新の研究について紹介していくぜ。期待してるから、よろしく頼むよ。京都大学は2017年2月、ビッグバンによる元素合成で起こる、ベリウム7プラス中性子、ヘリウム4プラスヘリウム4反応の断面積を測定することに成功したと発表した。断面積とは量子力学的な量子が衝突し、散乱ないしは反応を起こす確率を表す量のことだぜ。要はベリリウムがどのくらい反応が起こりやすい物質なのかが分かったってことだね。そういうことだぜ。宇宙リチウム問題を解決する仮説の一つとして、ベリリウム7プラス中性子、ヘリウム4プラスヘリウム4反応が高い確率で起こっている可能性が指摘されていた。しかしビッグバン元素合成に関係するエネルギー領域では実験条件が難しく、実際にこの反応の断面積が測定されたことはこれまでになかったんだぜ。正直観測する方法が全く思いつかないね。今回、同研究グループはベリウム7プラス中性子、ヘリウム4プラスヘリウム4の逆反応を測定する手法を考えた。加速させたヘリウム4にビームをヘリウムガス標的に照射し、放出された中性子を測定することにより、ベリウム7の規定状態と第一励起状態が生成されたことを確認し、その生成断面積が決定した。かなりややこしいけど要は断面積を正確に測る方法がわかったんだね。そういうことだぜ。この結果から、照明釣り合いの原則、という、原子核反応の時間反転不変性から導かれる性質を用いて、ベリウム7プラス中性子、ヘリウム4プラスヘリウム4の断面積を決定することに成功した。おお、ついに成功したんだね。それで結果はどうだったの？同反応の断面積はこれまでビッグバン元素合成の理論計算に、広く用いられていた推定値より約10倍も小さい値であり、宇宙初期において中性子がベリウム7に衝突して2つのヘリウム4に分解する反応の寄与は非常に小さいことが明らかになったぜ。最初に生まれたリチウムの量はかなり少なかったんだね。あれ？でもそれなら今あるリチウムは余計にどこから来たのかわからなくなったじゃない？そういうことだぜ。これにより同仮説では宇宙リチウム問題の説明が難しいことがわかったから、ビッグバン合成元素の謎はさらに深まることになったぜ。真実に近づいたのに余計にわからなくなったんだね。有力な解決策が否定されたことにより、原子核反応率の見直しや、標準ビッグバン模型を超える新しい物理の探索など、宇宙リチウム問題へのさらなる研究の動機づけが期待されているぜ。研究者って本当に心折れないよね。そして最後に紹介するのは最新の研究だ。東京大学院理学系研究科の早川誠也さんたちの研究チームは、合成されたベリウム7が高温高圧状態の中で分解してしまう反応に注目した研究を行った。天下の東京大学ね。いい成果が期待できそう。分解反応の中で一番影響力が高いものとして、ベリウム7に中性子が衝突して、リチウム7原子核が安定状態になる反応しか考慮に入れてなかったため、早川氏たちはリチウム7が一段階エネルギーの高い状態になる場合も考慮に入れて分析を行った。細かい反応も考慮に入れたのね。研究チームは理化学研究所の AVF サイクロトロンからビーム供給を受ける、低エネルギー不安定核生成分離装置を使って、
ベリウム7に中性子が衝突する反応の断面積を実験室で測定した。確認するけど確か断面積っていうのは反応を起こす確率を表す量だったわよね。確認助かるぜ。ただしベリウム7も中性子も不安定なので、両者を実験でぶつけるのは難しい。そこで陽子と中性子が一つずつ結びついた重水素を使い、重水素中の中性子だけがベリウム7と反応して陽子は何もしないことを利用して反応断面積を計算した。これは宇宙核物理学の実験でトロイの木馬法と呼ばれる方法を元にしているぜ。またまたかっこいい名前。詳しい解説は省くが早川さんたちは今回の研究から、ベリウム7、つまり高温受胎が終わってから生成されるリチウムが1割ほど減る可能性を示した。理論と観測の間に大きな差があるという宇宙リチウム問題に対して、今回の結果は理論的な推定量を1割減らしただけではあるが、ビッグバン元素合成の他の状態を変えずに減らすことができたのは、問題解決に向けた一歩前進だと考えられるぜ。一歩と言っても大きく確実な一歩ね。というわけで今回は理論と観測が一致しないリチウム7の謎について紹介してきたが、霊夢、どうだった？まさか電池や機械に入っているリチウムにこんな謎があったなんてびっくりだよ。勉強の中でリチウムが出るたびにこの話を思い出して楽しくなりそう。そうだな。今回の解説は少し知識がないと難しい話だったが、霊夢みたいに興味を持って勉強すればきっと理解できるようになるね。がぜんやる気が出てきたわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ああ、どうした？パン焼いてんの忘れてて、真っ黒になっちゃった。わあ。これ以上の黒はないってくらい黒いね。甘い甘い。世の中には黒よりも黒い、黒を超える黒があるんだぜ。ちょっと何言ってんのかわかんない。まさに黒の中の黒、黒の王様と言ってもいいだろうぜ。黒なんでしょ？黒くない黒なんてないし、黒よりも黒いとかよくわかんないよ。よし。なら今回は、最近発見されたこの世で最も黒い黒について解説するぜ。お、何か面白そうだね。あー困るわー、また頭良くなっちゃうわー。ってなことで始めるぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まずは霊夢。ん？カーボンナノチューブって知ってるか？あー知ってる知ってる。なんとかエレベーターに使うって言われてる。なんかすごい何かだよね。それで、知ってる。って言い張るメンタルがすげえよ。まあ一般的なイメージは、やっぱ軌道エレベーターになるだろうな。それそれ、軌道エレベーター、でそのなんやらチューブと、真っ黒に何の関係があるの？まあ最後まで聞け、まずカーボンナノチューブ。CNT っていうのは1991年、今は国立研究開発法人産業技術総合研究所の名誉フェローについている、飯島澄夫氏が発見した物質なんだぜ。霊夢。もしかしてこの物質のこと、エレベーターが行き来するでっかいチューブ状の何かと思ってたんじゃないだろうな。ふ、フェローって、研究員に与えられる称号か何かだよね。しかも名誉ってすごいわ、頭いいわ。あえて突っ込まないで続けるぜ。そんで CNT は炭素のみで構成されていて、一つ一つは、ナノ、という名前の通り、その直径がナノメートルサイズしかないチューブ状の形状をしているんだぜ。人間の髪の1万分の1だ。そっか。めっちゃ小さいん、だね。特徴としてはアルミニウムの半分の軽さ、そして鋼鉄の20倍の強度、さらにはしなやかで弾力性に優れている。なんか野菜ニンニク油辛めの全マシって感じだね。欲張りすぎて、私なら余裕でロット乱すよ。次郎じゃねえよ。そんな物質なもんで、半導体やら燃料電池やらの素材として機体の新生のような扱いを受け、現在も研究が進められているんだ。そりゃ、そんな便利な物質使わない手はないもんね。で、真っ黒動向の話はまだなの。おいおい、CNT は炭素のみの構成だぜ。炭素。つまりカーボンって何色だったっけ？黒？あ、なるほど、CNT がめちゃめちゃ黒いんだ。正確には、CNT から作り出されるあるものがバカみたいに黒いんだぜ。ん？ CNT から作り出される何かが黒の王様なの？そうだ。さあ、これからが本番だぞ。いよいよ本筋なんだね。でもわかりやすくしてね。わかってるっての。で、CNT ってのは先に言った半導体とかの他にも、望遠鏡とかカメラなどの光学機器の応用への研究もなされている。なんでカーボンが光学機器と関係してるの？例えば、太陽とか強い光が入った写真を見ると、光の玉みたいなのがいくつか入ったり、白ぼけすることがあるだろ。逆光がレンズの中で跳ね返るんだ。あるある、あれでこの間の写真、マリサの目のあたりが光ってて、
ルピンってなってたもんね。セクシーコマンドじゃねえよ。で、そこに黒があれば、そういった失敗の予防になるんだよ。なんで？黒っていうのは光の反射率が低いから、うっかり光学機器に入った光を吸収してくれるんだぜ。そんな目に見えるほど吸収するの？黒の折り紙なんて普通に光ってるけど、折り紙の黒なんて、一般的な黒だからそこまで光の反射率が低いわけじゃないぜ。少しずつ分かってきたような気がする。つまり、光の反射率をできるだけ低くするためには、そうだ。黒ければ黒いほど有効になる。ああ、そのために、炭素でできてる CNT からもっと黒い物質を作り出そうとしてるんだ。正解だぜ。まあ黒い物質を作るってのは、あくまでも CNT に対する研究の一つでしかないがな。ああ、そのために、炭素でできてる CNT からもっと黒い物質を作り出そうとしてるんだ。だな。OK、かなり理解してきたな。さらに続けるぜ。カモン。そんで CNT から黒を作り出すために、イギリスのサリーナノシステム社が研究を進めたところ、これまでの黒では及びもつかない真っ黒な物質が偶然誕生したんだ。どんな研究したんだろ？頭蓋骨開いてみたい。その名も、ベンタブラック。フライド。チキン。ケンタじゃねえよ。ブラックはどうすんだよ。ボケが雑すぎるぞ。英語の垂直に並べられたナノチューブの配列の頭文字を合わせてそう呼ぶんだよ。EDF みたいなもんだね。地球防衛軍かよ。黒っぽい敵はたくさんいるけど、ベンタブラックには遠く及ばねえよ。話が進まねえから続けるぞ。ごめんちゃい。こいつのすごいところはな、賢いの。なんと最大 99.965% を吸収するんだぜ。賢い、なんなのそれ。実際目に入って感覚となる光の放射だぜ。光を直視すると、うおっまぶし。ってなる感覚を与えるやつだ。それはわかったけど、99.965% とやらがすごいのかどうかがわからないよ。なら見た目がどんなものか表現してみるか。よろしく。そこもわかりやすくね。じゃあさっき言ってた、黒の折り紙想像してみろ。どんな風に見える？黒いのは黒いけど光の反射があるし、シワがあると普通に目立つよね。そうだよな。だがベンタブラックを折り紙に塗った場合、見た目は光の反射もなければシワも一切見えなくなるんだぜ。はい？そんなことがあり得るの？端的に言うなら、ベンタブラックを塗った場所は黒い穴が開いているように見えるんだ。想像するのは難しいけど、ブラックホールみたいなものなのかな？ブラックホールは光さえ脱出できないことから、限りなく100に近い最強の黒だろうな。そうそう。何かで見たけど、撮影機器の故障かなって感じだったよ。それだよ、それ。ベンタブラックにそこまでの黒さはないが、人が目で見る分にはほぼ変わらないから、認識はそれでいいと思うぜ。そんなの作ったの？まさに黒の王様じゃん。だから言ったろ。黒の中の黒、黒よりも黒い黒を超える黒だって。一文に黒って文言が6回もあるとか、もう今後記号に度々とないよね。それだけベンタブラックはすごいってことだぜ。だが2019年、それを超える黒が作り出されてしまったんだ。まず CNT ってのは、特定の条件、環境下で成長することができる。成長？生物でもないのに、ある条件、環境を与えることで、マフラーを編んでいくように炭素原子が結合していくんだぜ。不思議だね。生きてるわけでもないのに何かが成長していくのって、CNT の場合は熱を与える、またアルミニウム上で行うなどが条件の一つで、それにより導電性や熱伝導性を高められる可能性があるんだ。相性なのかな？アルミニウムの性質も深く関わってるってことね。そうなんだろうな。でもいろいろと課題もあった。アルミニウムは酸素との化学親和性が強く、酸化皮膜を生じて、難しい言葉禁止、めんどくさいやつだな。つまりめっちゃ化学反応しやすくて、サビみたいなものがちょいちょいつくんだよ。最初からそう言えばいいのに、微妙に意味合いが異なるんだよ。で、酸化皮膜がアルミニウムを覆うことで、電気や熱を遮断してしまい、CNT の成長を妨げてしまうってわけだ。実験にならない？と、まあそれもまた、CNT の特徴や特性を知るための実験の一つなんだが、成長という観点では不要な反応と言えるな。まあ実験には失敗がつきものだからね。だが、さらなる CNT の可能性を引き出すために、酸化皮膜の除去は必要不可欠だった。実験って寄り道が多いよね。これをこうするために、まずあれをああしなければならない的な。その寄り道でさえも実験の一環なんだぜ。そんで酸化皮膜を除去するために、研究者たちは考えに考え抜いた。私なら諦めるね。はい失敗、予算はいただくけどね。って、発想が政治家じゃねえか。その結果、酸素のない環境下において塩水をつけることで酸化皮膜が除去、さらに再酸化の防止も可能になることを突き止めた。塩水。塩水か。そうだ。それにより CNT はさらに成長を見せたんだが。
研究者たちは結果を見て、新たな CNT が従来のものより黒くなっていることに気づいた。それが、ああ。その瞬間がまさに、後にベンタブラックを超える可視光吸収率を誇る新たな、そして人類が作り出した黒の中で最も黒い、黒の王様の誕生だったんだぜ。ほえー、黒すぎる黒に気づいた研究者たちは、当然のごとく現れた結果に飛びついた。そういえばどこで研究しているの？ MIT、マサチューセッツ工科大学だぜ。マサチューセッツか、そりゃ天才揃い組だよ。鉄も金になっちゃうよ。言えてねえし錬金術じゃねえし、MIT にどんなイメージがあるんだよ。究極の頭脳が揃う場所の一つってのは納得するが。そんでどうしたの？ねえねえ。ああ、続けるぜ。研究者たちは、その従来の黒よりもはるかに黒いと見られる物質をさらに知るために、同大学に設立されているリストビジュアルアートセンターとコラボをし、あるアート作品を作り上げたんだ。研究でアート？あくまで実験目的だ。そのコラボにおいて200万ドル相当の、6カラット以上のダイヤをコーティングしたアートを作ったんだよ。じゃあ、2億超え。めっちゃ勝負に出てるじゃん。輝きはまさに最上級。じゃあ一体これで何をしようってのか。わかるか。嫁にプレゼンツ。アホか。3代にわたって家庭円満になるけど違うわ。塗ったんだよ、こいつに。その真っ黒クロスケを、パヤオに叱られるからやめろ。その通りだぜ。これ以上ないってくらいの最上級の輝きに、作り出された黒でコーティングしたんだ。どうなったの？暗黒。ふーん、コーティングされた後は、そこだけが何か黒いものでくり抜かれているような状態になって、非常に不思議な光景だったようだ。はぁ、可視光吸収率を計算すると、なんと 99.995 という驚きの数字となった。ベンタブラックの10倍で、2021年現在でこの世で最も黒い黒であると明らかになったんだ。ふむ、なんだ霊夢。気のない返事ばかりして。いや、黒すぎる黒って言うけど、そこまでベンタブラックと違うの？全く異なると考えていいだろうな。ふーん、さっきベンタブラックのことを黒い穴が開いているって認識でいいって言ったけど、それ以上の黒って考えられないし、あったとしてもそんなに差はないんじゃないの？ベンタブラックは可視光吸収率 99.965 で、新しい黒は 99.995 なんだぜ。そこもわかんないよ。たかが 0.03 の差で、そんなに違いはないでしょ、霊夢。ん？また話を戻すが、黒の折り紙って可視光吸収率がどの程度が知ってるか。まあ普通に反射してるし。30くらい、95から98だ。あれでそんなに高いの？その感覚で言ったら、ベンタブラックと新しい黒ってかなり差があるよね。そうだぜ。一般的な感性だと 0.03 なんて誤差ですらないが、研究という観点では非常に大きな差があるし、実際人が見てその差がわかるほどなんだ。そういえば研究者たちは、その黒に気づいているんだもんね。さて、ベンタブラックよりもさらに黒い黒が見つかったわけだが、これからどうなると思う？めっちゃ高性能のカメラ爆弾。一般人が使うカメラだけじゃないぜ。宇宙望遠鏡とかにも応用が効くことから、人類の宇宙進出の足がかりとなる可能性もあるんだ。宇宙、黒ってだけなのに、壮大な話になってきたよね。宇宙望遠鏡に新たな黒を利用することで、これまでよりもさらに光を排斥することにつながるんだよ。あ、なるほど。そうすることで、もっともっと宇宙の先が見えるようになるんだね。正解だぜ。これにより、宇宙のさらに遠方を見ることができるから、新たな星の発見につながったり、これまで見られなかった何かが見えるようになるかもしれないんだ。夢が広がりんぐだよ。それにしても、黒がもっと黒くなっただけなのに、すごい可能性を秘めてるんだね。たかが色、されど色。色には様々な使い道があるんだが、ごく一部の研究者しかそれを知らないからな。いやー、焦げたパンの黒なんてもはや白だね。純白、現在は 99.995 だが、いずれ 99.999 とかもしかすると100なんて見つかったりするのかもな。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふーん、ふーん、ふーん。何やってんだよ霊夢。体鍛えてるんだよ。これであたいったら最強ね。あとはこれを食べれば。おい散る。ゲフンゲフン。このくだり、どこかでやった気がするな。で、ボールでいつか星を破壊するんだ。フリー、様じゃねえよ。でもそんなんじゃ、最強の天体と言われるペバトロンに近づくこともできないぜ。ボアトリン、美少女仮面じゃねえよ。中の人の年齢がバレ。あ、このくだりもどこかで。もう行っちゃったんだから。きちんと最後まで面倒見てよ。仕方ないな。じゃあ今回は、これまで謎と言われた最強天体、ペバトロンについて掘り下げてみるぜ。それじゃあゆっくりしていってね。で、ペバトロンって何なの？いきなりだな。
まあ宇宙に興味がある人とか、積極的に調べようとしなければ、耳にかすりもしないだろう単語だからな。言い換えれば、めっちゃマイナーってことだね。えげつないほどドストレートだな。まあそれほど間違っちゃいないけど。だから超噛み砕いてね、わかりやすくね、専門用語はなしね。要求が多いんだよ。でだ、ペバトロンについて話すにあたって、先に宇宙船の話をしなければ始まらない。宇宙船？インデペンデンスデイじゃねえよ。大統領が先陣切って突撃とか映画の世界だよ。あ、映画か。私は好きなんだけどなぁ。あの映画。そんで、宇宙船って何？宇宙空間のそこら中を飛び交ってる、エネルギーの高い放射線を言うんだ。放射線？そんなのが地球にやってきたら。やってきてるぞ。はい？ほら、今霊夢の体を通り抜けたぞ。ほらほら、そこにもあそこにも目の前にも。キャー。エブリデイ CT スキャーン。そんな派手には被爆しないっての。進まないから話を戻すぞ。宇宙船ってのは性の電荷を持つ陽子で、主にアルファ粒子。つまり放射線でいうアルファ波な、さらにベリリウム、ホウ素、リチウムなどの原子核で構成されている。どれもこれも危ないやつじゃなかったっけ？ベリリウムで病気になった話とか、なんかブラックジャックで見たもん。なんだよそのソース。まあ先に、放射線、って言ってんだから、何が含まれているかは想像に難くないわな。ちょっと待ってよ、なんでそんな危ないでか。じゃなかった、危ない物質が宇宙空間のそこら中に飛んでんのさ。太陽とか、銀河とか、星雲とか、超新星の残骸とか、宇宙のあらゆる場所から飛んでくるんだよ。ちなみに、太陽に関しては太陽宇宙線と区別されていて、地球に降り注ぐ割合は非常に少ない。ほとんどはそれ以外の銀河宇宙線だ。太陽宇宙線と銀河宇宙線って区別があるんだね。てか、そんなに危ない物質がいろんなところから飛んできてるのに、どうして地球は無事なの？地球上にある大気にぶつかるからだよ。大気に含まれる窒素や酸素の原子核と、飛来した宇宙船がぶつかることで陽子が崩壊、二次宇宙船となり人類に影響のないレベルの放射線になると考えられている。ふむふむ。その言い回しだと、地球の大気にぶつかるまでは一次宇宙船で、そのままやってきたら人類滅亡。でも大気のおかげで影響がない、と。正解だ。だから今、霊夢の体を宇宙船が通り過ぎているが、特に問題はないってことなんだよ。オーケー、宇宙船については分かったよ。そんで、これがペバトロンと何の関係があるの？そこからが本題になるんだ。まず霊夢、宇宙船がどこから飛んでくるのかわかるか？さっき言ってたじゃん。太陽とか、銀河とか、星雲とか、超新星の残骸とかでしょ？そう。何が宇宙船を発生させているかについては、ある程度解明されてるんだが、具体的に、どの天体から、どうやってやってきているのかについては謎が残されたままだったんだ。なんで？やってきた方向の逆を調べたらある程度わかるんじゃない？そう思うだろ？だが宇宙船ってのは電荷を帯びた粒子であることから、磁場が存在する場所を通ると簡単に進行方向が変わってしまうんだよ。へぇ、じゃあ地球にやってきた宇宙船っていうのは、ぐにゃぐにゃと進んだ末にたどり着いた感じなんだね。その通りだ。で、先に高エネルギーと言ったが観測の結果、中には1ペタ電子ボルトにまで達する。極めて強力な放射線もあることが分かってるんだ。なお観測史上最大と言われている。ベタ？漫画か？ベタじゃねえよ。いつの漫画かだよ。メガ、ギガ、テラのさらにその一つ上の単位だよ。よくわかんない。一千兆。宇宙って、ほんと兆とか億とか無限とか好きだよね。宇宙が狙ってやってるわけじゃないぞ。人間の物差しだから仕方ないだろ。一千兆電子ボルトとか、エレクトロが静電気以下に思えるよ。さすがのスパイダーマンも、宇宙船には勝てないってことだな。でだ、どうしてこんなにバカでかいエネルギーにまで加速しているのかについても、ずっと謎だったんだよ。宇宙船が発生した出来事の中で、超新星があったじゃん。そんなすごい爆発なら、すっごいエネルギーになってもおかしくないんじゃない？それは推測の一つになっているぜ。正確には爆発そのものの影響じゃなく、爆発後に残された星雲とか残骸によって加速したんじゃないかと言われている。爆発の勢いじゃなくて？どっちかっていうと爆発前の影響かな。恒星が膨張する勢いで星間ガスにぶつかった際に生まれる、衝撃波が関わっていると推測されてるんだ。ああ、爆発そのものじゃないんだ。そこで爆発に目をつけずに、衝撃波に目をつけるのが科学者っぽいねー。
そんでもう一つの推測。まだあるんだ？それこそがペバトロンなんだよ。ここでメインテーマが出てきたー。あれ？でも推測？まあまあ続きを聞いてくれ。もしかするとこのペバトロンという天体が、宇宙船を高エネルギーにしているかもしれない、加速させているかもしれないって考えられたんだ。脈絡がなさすぎない？なんで、いきなりそこでペバトロンって単語が出てくるの？振ってはいたみたいじゃん。実はこのペバトロン、60年くらい前からその存在が指摘されてたんだよ。めちゃめちゃ前だった。ちっとも振ってはいてなかった。宇宙空間を飛び交う、非常に強力なエネルギーを持つ宇宙船は、決して唐突に現れるものじゃない。それだけのエネルギーとなるための中間的な、中継となる存在があると、その存在をめぐってずっと議論されてたんだ。その中間的な存在が、そう、ペバトロンという天体なんだよ。そして2021年、ついにペバトロンが銀河系内に存在するという、決定的な証拠をつかんだんだ。どこか、どうやって、どんな感じに、どんな時も、牧原じゃねえよ。名曲だけども、証拠をつかんだのは、日中の研究者が集う、チベットエースガンマ実験グループ、で、手がかりとなったのは皆が知る、ガンマ線なんだ。ガンマ砲？慎太郎はいねえよ。ボケるならボケるで、せめて視聴者の7割以上は知ってるネタにしろよ。あとボケすぎ。先に進まないっての。パプワ君面白かったじゃん。てか、ガンマ線なんてこれまで一言も出てなかったよね。おいおい何言ってんだ。ガンマ線も、放射線、だろ？そういえば？ってことは、宇宙船に含まれている物質の一つなんだ。でもさ、なんで最初の時に伏せたの？正確には宇宙船そのものじゃなくて、宇宙空間で他の物質にぶつかった時に放出されるものだからだ。ふむふむ。それが見つかったからって、ペバトロンの発見につながるってのがよくわからないなぁ。さて、そこについての説明なんだが、実はガンマ線ってのは宇宙船に含まれる他の物質と違って、磁場がある場所を飛んでも、まっすぐ飛ぶことができる性質があるんだよ。え、まっすぐってことは、ガンマ線が北逆の方向をたどれば、そうなんだ。そして、そのガンマ線が非常に強力なエネルギーを持っていたとしたら、ペバトロンの仕業ってこと？正解だ。というのも実験グループは、中国チベット自治区の標高4000メートル以上の高原に、600台近くの有刺検出器を設置していて、高エネルギーの宇宙船などが引き起こす、空気シャワーというものを観測しているんだ。空気シャワー？宇宙船が大気とぶつかるのは先に説明した通りだが、その際に多数の粒子を生んで無数に降り注ぐ現象を空気シャワーと言うんだよ。そこからわかったんだ。って、何をどうしてわかったの？宇宙からやってきた宇宙船やガンマ線などを多くの検出器で計測することで、それらが二次三次的に理解できることになるんだ。ごめん、もっとわかりやすく。粒子検出器で、粒子の密度とか到着時間などを分析することで、宇宙船やガンマ線のエネルギーがやってきた方向などを、間接的ではあるものの分かるようになるんだ。おーおーおー、ってことは、ペバトロンの位置が分かったってことじゃん。そう、そこでまっすぐ飛んでくるガンマ線だけを捉えて、ヒャッテラ電子ボルトのガンマ線の大元が、天の川にいくつか分布しているのを発見したんだ。うん、ヒャッテラ電子ボルト？ 1 ペタなんじゃないの？それは観測における最大の数値であって、ヒャッテラ電子ボルト以上あることがペバトロンの候補になる条件の一つとなっているんだ。今回はそれを満たしたから、天の川にあるいくつかの容疑者がペバトロンの可能性が高いってことなんだね。別にペバトロンは罪を犯してねえよ。まあつまりはそういうことだ。そっか、ペバトロンがもうじき見つかりそうな感じなんだ。でさ、結局ペバトロンって宇宙船に何しちゃってくれてんの？ああ、そこか。一言で済ますなら、発生した宇宙船を強力にする中継地点、ってところだな。まあ中継ってのは、あくまで人間視点だが。なるほどなるほど。でも、人間がそれを知ってどうするんだろ？先に宇宙船は、どの天体から、どうやって発生しているのかって言ったよな。うん。それが何なの？ペバトロンを発見することで、今度はペバトロンから発生源への宇宙船のルートがわかる可能性が生まれるんだよ。あ、そっか、これまでは宇宙船がある、そんでペバトロンがあるかもしれないって段階から、一歩前進したんだ。そうなんだよ。そんで、さらに現在は南米のボリビアにおいて、チベットのものに近い観測装置を置く計画が上がっているんだ。じゃあ、チベットのやつと合わせて使っていけば、
ああ、さらに観測領域は広がるだろうし、その分データも増えていくだろうから、さらに宇宙船に対する研究が進んでいくはずだぜ。おお、なんかすごい話になってきた。なお当面の目標としては、現在見つかっているものよりもさらに強い宇宙船を放つ天体の発見のようだぜ。宇宙っていうめちゃくちゃでっかいカテゴリだから、いくらでも目標は見つかるよね。だな。今回の件を受けて、東京大学宇宙船研究所の川田翔介助教も、これから熱い研究領域になる、と、熱のこもった会見をしたそうだ。もりもり期待できるじゃん。でもその研究の先に何があるのかな？素人には到底わかりっこないや。研究が進めば、宇宙船の発生原理やその限界、またもしかすると人類の知らない新たな何かが発見されるかもしれない。おお、そこに繋がるんだ。これでまた夢が広がるね。そうだな、宇宙船の完全な解明が、場合によっては宇宙の解明に繋がる可能性があるかもしれないし、そうでなくても何らかの発見はあるはずだ。うんうん。ああ、そういえばマリサ。うん、まだ何かわからないことがあるのか？いや、疑問はほとんど解決したんだけど、ペバトロンの何が、最強なの？知らん。絶望的な答えが返ってきたよ。なんだそれ、無責任だ。まあ強いて言うなら、ただでさえやばい宇宙船をめっちゃ強力にするってのが、他の天体にはない強さを感じる。ってあたりかな？納得できないなぁ。ならこれならどうだ？ガンマ線ってのは原子核から飛び出した光。つまり光の一種だ。それが1ペタ電子ボルトという、観測史上最高のエネルギーを持つものがあるってのは最強だと思わないか？最強の光にする媒体ってことか。それなら納得。ふふふ、壊しがいがあるよ。やっぱり今から鍛えないと。いくら鍛えても、で、ボールは出せないからな。さ、今回はどうだった？初めて聞く名前だろうが、ペバトロンってのはなかなか興味深いだろ。そうだね。まあペバトロンもすごいけど、そこに着目した頭のいい人もめちゃめちゃすごいと思うよ。何が宇宙の解明につながるかなんてわからないからな。ありとあらゆる宇宙に関わるものを見つけては研究しないと、雲をつかむような話になるから、それだけ頑張らなきゃいけないんだろうよ。ほえー、頭が下がるよ。さすがは最強天体。ここまで私の頭脳を手こずらせたのは、貴様が初めてだ。毎回最上級に手こずってんだろ。もぐもぐ。だが最強の座はまだまだ譲。ああ、マリサそれ、私が食べようと思った最強焼き。早速だけど、今日は何の話をしてくれるのかしら？霊夢は、半物質、って聞いたことある？初めて聞く名前ね。何それ？物質なの？物質であって物質ではない。うん？何言ってるかわかんないんだけど。実は、宇宙についての話をするには、物質と反物質のからくりを解いていかないと始まらないのだが。え？ほんと？今まで散々宇宙の話してきたけど、そんなの聞いたことないわよ。じゃあ今日は、その辺をじっくり説明していくことにしようかな。いいわね。よろしく。それではゆっくりしていってね。それで、反物質っていうのは一体何なの？反物質とは、物質の反対の物質だよ。そもそも、物質ってなんだかわかる？もちろんよ。この世界を作り上げてる物質のことよね。ここにある机や椅子とか、宇宙にある星も銀河も。もっと言っちゃえば私やマリサだって物質の塊でしょ。そうだね。より細かく言うと、物質とは原子、つまり陽子とか中性子とか電子みたいな素粒子の集まりなんだぜ。そんなのみんな知ってるわよね。反物質っていうのは文字通りそれら物質の反対の物質のことで、素粒子の反対の反素粒子や、反陽子、反中性子。それから反電子なんて呼ばれる、ありとあらゆる反対の物質のことを指しているんだぜ。だからそれがわからないって言ってるのよね。全部、反、つけてきてるだけじゃない。何が反対なの？すべてが反対のあべこべなんだよ。例えば、電荷のプラスとマイナスが全く逆だったりとか。プラスの電子が反電子になるとマイナス電子になるってこと？その通りだ。中性子はどうなの？これは電荷ないわよね。中性子については、中性子を構成するクォークに反クォークというものが存在しているのだが、アップ、ダウン、トップにボトム、それからチャーム、ストレンジといった全てのフレーバーに対して、それぞれの反粒子があるんだよね。これらの反粒子は、大きさや性質は元の粒子と同じなのに、反数符号を持っているらしいよ。ふん。じゃあもう根本から全てが逆なのね。そういうことになるな。
それで、そのあべこべの反物質ってのはどこにあるのかしら？今まで聞いたこともなかったわ。実は、宇宙の始まりである約138億年前のビッグバンが起こった時、粒子と反粒子が体になって生成されたと言われているのだが、そこから考えたら、理論上は現在の宇宙には物質と反物質が半分ずつ存在しているはずだ。そうね。しかしご存知の通り、実際の世界には反物質がほとんど残っていない。物質じゃない物質だなんて聞いたことないもの。もしかして仮説上の物質なんじゃないの？そうじゃないんだよな。反物質ってのは、一般的に我々が存在している世界には存在してないってだけで、宇宙のある限られた一定領域に存在するのではとされているんだよ。ビッグバンで同時に作られたのに、宇宙全体に広がらなかったのはおかしくない？その一定領域ってのはどこなのかしら？ずっと遠くだ。実際にはまだよくわかっていない。だと思ったわ。そればかりか、我々が存在する世界には、反物質は少しも残っていないという説もある。ほら、やっぱりないんじゃないの？でも、それなら最初に作られた反物質たちはどこに消えたのかって話になる。そこはどう話に折り合いつけるつもり？実は、物理学上の法則として、ある粒子がその反粒子と遭遇した時には、エネルギー変化を起こすか、別の物質に変化してしまうという法則があるんだよね。これを対消滅というのだが、どういうこと？例えば、ビッグバンで誕生したばかりの宇宙には、電子という電荷がマイナスの物質と、陽電子という電荷が、プラスの反物質が同時に生まれ存在していたのだが、この二つが出会うと一瞬のうちにエネルギー変化を起こし、消滅してしまうという現象が起きるんだな。消えるの？正確には消滅の際にエネルギーへと変換されているみたいだけどね。どれくらいのエネルギーが生まれるの？このエネルギーの大きさは元になる物質の質量によって違うとも言われているのだが、特殊相対性理論の方程式 E=MC2 によって計算できるみたいだね。ここでもアインシュタインが登場するわけね。例えば、わずか 0.5g ずつの物質と反物質が衝突した時に得られるエネルギーってのは、なんと89兆8755億1787万ジュール、つまり約90兆ジュールにもなるらしいんだぜ。これやばくね。すごい数字ね。でも、ジュールって何？ジュールってのは熱量とかエネルギーを言う時の単位で、この約90兆ジュールって数字をわかりやすく言うと、59.89 立方メートルの0度の水を一気に100度の熱湯にしてしまえるだけのエネルギーって計算になる。へえ、それめちゃめちゃすごいエネルギーだわ。じゃあビッグバンの時ってのは、超激ヤバの、破壊的なエネルギー爆発が起こりまくってたってことになるの？単純に考えたらそうなるよな。でもマリサ、私、気づいちゃったんだけど。何を？ビッグバンで誕生した素粒子たちが対消滅を起こしてどんどんエネルギーに変換されていったんだとしたら、そもそも今ここにある宇宙やこの世界が、こんなに豊かな物質で満たされてるのっておかしいんじゃなくて？ああ、それな。ね、おかしいでしょ？納得のいく見解をお聞かせ願いたいものだわ。もちろん、それについての研究はずっと前から盛んに行われているんだけど、現在の宇宙論で語られている宇宙誕生のシナリオっていうのは、ビッグバン直後に存在したほんのわずかな揺らぎによるものだと言われているんだよね。え？何の揺らぎ？この説では、ビッグバンの際に作られた膨大な対となる量の物質と反物質が、対消滅を起こして消え去るはずが、何らかの原因で発生した揺らぎにより、10億分の1というわずかな量の物質が残ってしまったと考えられ、その10億分の1の物質が元となり宇宙の基礎を形成していったとされているんだ。現代宇宙論で言われるところの、バリオン数生成、ってやつなんだけど。要するに、今ある物質は絶滅寸前のところから驚異の繁殖力を見せた生き残りってわけね。そういうことになるな。この流れを逆に計算してみると、ビッグバン当初は10億プラス10億。つまり、合計で20億もの物質と反物質が宇宙にはあったってことになるんだぜ。じゃあ20億分の1の確率で作り上げられたのが今の宇宙ってことになるわね。神レベルだわ。まあそうなのだが、この宇宙の成り立ちを現代物理学のベースとされる素粒子物理学の標準理論で見ていくと、実はちょっとおかしいことになるんだよな。何を話の腰折るようなこと言っちゃってるわけ？その素粒子物理学の標準理論って何なのよ。素粒子物理学というのは、この世界の物質を形成する素粒子とその運動に対して研究する学問なのだが、ここで一般的に語られている量子論的な、標準模型、と呼ばれるモデルでは、宇宙に広がっている物質量を、
単純に説明つけるだけのバリオン数生成を起こすのは不可能だとされてるんだよね。つまり、どういうこと？標準模型では宇宙の成り立ちが説明不可能ってことだぜ。なんですと？標準模型って、現代物理学のベースとまで言われているもので、重力を除いた素粒子間の相互作用についての基本理論だとされているんだけどな。でも説明できないんじゃしょうがないわよね。他に有力な説はないの？あるよ。今一番有力視されている、レクトジェネシス、と呼ばれるシナリオがあるのだが、これによれば、宇宙の物質と反物質の不均等差が生まれることも自然と説明できるとされているね。へぇ、どんなシナリオなの？実は、2020年に東京大学国際高等研究院化物理数物連携宇宙研究機構、東京大学宇宙船研究所、そして、高エネルギー加速器研究機構によって発表されているのだが、日本の発表なの？そうだよ。レクトジェネシスについては様々な発表がなされているんだけど、この2020年の発表によると、電荷を持たないニュートリノなら、反物質のニュートリノから普通のニュートリノに変換できるんじゃないかってことなんだよね。なになに？さっぱりわからないんですけど。普通、フェルミ粒子なんかのスピンする素粒子って右巻きと左巻きの両方の粒子があるんだけど、標準理論では、ニュートリノは左巻きのものしか観測されてないらしいんだよね。なんでなの？左巻きのニュートリノってのは質量がめちゃくちゃ小さく、右巻きはそれと比べると大きいらしいのだが、ビッグバン後に宇宙がだんだんと冷えてきた時に熱平衡状態が途切れ、大きい右巻きニュートリノの方だけに、なんと、左巻きレクトンへの崩壊が始まったみたいなんだ。違う物質になっちゃったの。その通り、これが宇宙初期のニュートリノの装填位と呼ばれる現象だ。つまり、この結果、右巻きニュートリノが消えちゃったから左巻きしか残ってないってわけなのね。全部消えたわけじゃないだろうけどね。でもこのニュートリノの崩壊からの装填位が、電子などの荷電レクトン、さらにはバリオン数などの非対称性に、発展、関与していったんじゃないかっていうシナリオとして考えられるようになったんだよ。でもそれ、証明できるの？宇宙誕生初期の頃の宇宙紐によって生じたとされる重力波を観測していけば、このシナリオが正しいかどうかを検証することが可能となるらしいね。ん？ちょっと待って。そもそも宇宙紐って本当に存在したんだっけか？そこなんだよね。確かにこの仮説は、宇宙の素粒子が点ではなく紐状の存在だったっていう宇宙紐理論が、実証されることを前提としたシナリオではあるのだが、そうだと思ったわ。でもこの流れは、紐理論によって重力を含む宇宙の全ての力関係を証明することができて、さらにレクトジェネシスについても立証されることになれば、宇宙に存在する全ての物質の成り立ちにも、説明がついてしまうという、ものすごいシナリオなんだぜ。それって、ゼロか100ってことじゃ。うむ。今後の研究に期待だな。ところで、この宇宙に存在すら実証されていない反物質なのだが、その謎の物質を悪用して、この世界を滅ぼそうとした悪の勢力の話知ってる？悪用？2009年に公開されたトム・ハンクス主演の、天使と悪魔、っていう映画なんだけど。なんだ、映画の話なのね。ダヴィンチコードシリーズ第2弾な。それがどうしたのよ。この話の中では、スイスの欧州原子核研究機構という世界最大級の素粒子物理学研究所で、大型の、ハドロン衝突型加速器を使った実験が行われているのだが、その実験で生成される反物質3本のうち1本が、盗み出されてしまったんだ。そしてそのたった1本の反物質が、5キロトンにも及ぶ大規模な爆発を引き起こす可能性があると書かれていたんだよね。そんな危険物質だったの？そう思うのも無理はない。違うの？欧州原子核研究機構って実在する研究所だし、現に世界中の様々な研究機関が、反物質を人工的に、作り出す研究をしているんだよね。だから、この映画を見たら、誰もが現実世界と混同して、反物質が超危険物質であると勘違いしてしまうかもしれないんだな。実際、公開前だったにもかかわらず、プレス関係者などからにわかに不安の声が上がり始めたんだそうだ。そりゃそうよね。でも本当は違うんでしょ。もちろんだよ。この問題については、東京大学が公式に会見を開いたんだぜ。へえ、東京大学が？どんな内容だったの？記者会見はまさに、反物質研究の現状、天使と悪魔、の虚と実、というタイトルで、この作品に書かれた反物質に対する嘘と真実を伝える内容だったのだが、つまり危険物質か否かってことね。そうそう。
この記者会見で伝えられたのは、映画の中の話のように何グラムもの反物質を人工的に生成することは、現在の技術では不可能であり、しかも、実際の欧州原子核研究機構による研究では、大型ハドロン衝突型加速器、なんてものは使われていないことをはじめ、研究所の反物質研究の歴史や実態、現在までの成果などを、虚偽のストーリーではない事実に基づいた話として伝えられたんだそうだよ。でもそれ、映画前に聞いちゃったら楽しみ半減しちゃうわね。そこは当然配慮されて、配給元や原作にお伺い立ててあったみたいだけど。映画の中では、あくまでエンターテイメントとしての反物質なわけね。その通り。ちなみに、この映画の中で、反物質は、神の素粒子、と呼ばれてたんだぜ。神の素粒子ね。随分大きくあがめたわね。でも、現実世界でもそれくらい謎の多い物質だよな。さてさて、今日は宇宙でも最大規模の謎とされる反物質について語ってきたけど、どうだったかな？映画化もされちゃうなんてすごいわよね。でもさ、これから先に研究が進んで、もし本当に何グラム規模での、反物質の人工生成が可能になったら、それこそ武器や兵器として悪用される危険性が出てくるんじゃなくて？それについては現在のところは知る術がないけど、将来、科学技術を人類の発展のために使うか、はたまた、衰退のために使うかは、すべて我々自身の手に委ねられてるんだ。人類の倫理観に頼るしかないよな。いろんな意味で頼りない気もするけど。どうだろうね。どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、地球で最強の生き物ってなんだと思う？そうだな、ライオン。ありきたりね。小学生か。質問振っといて突っ込むのかよ。じゃあ、霊夢は宇宙最強の物質って言ったらなんだと思う？ライオンじゃないことは確かね。くどい。わかった。引っ掛け問題でしょ。宇宙は惑星の集まりだから、強いも弱いもなし。ブー。外れ。実は宇宙最強と言われる恐怖の物質ストレンジレッドっていうのが存在するんだぜ。台所洗剤みたいな名前ね。この物質は、地球を破壊させかねないし、宇宙全体の星をも死滅させてしまうかもしれないくらいの凶悪な物質なんだぜ。宇宙全体の星？待ちなさいよ。宇宙にはざっと見積もっても2兆個の銀河があるって言われてるのよ。それを星に見積もったら数えきれないほどだ。じゃあ今日は、宇宙最強と言われる物質ストレンジレッドについて解説していこうかな。それではゆっくりしていってね。で、その物質は一体何なの？簡単に言ってしまうと、星の中にある破壊因子の卵みたいなものだ。全然わかんない。一つずつ説明していこう。まず、この物質は、中性子母子と呼ばれる種類の星の中心部を形成する物質だ。中性子母子って何？太陽の8倍から30倍くらいの質量の恒星がその生命を終わらせようとする終末期には、自分の重力に負けて超新星爆発という大爆発を起こすことがあるのだが、中性子母子というのは、この超新星爆発で残ってしまった、いわば恒星の慣れの果ての星なんだよ。宇宙の塵になりきれなかったゾンビみたいなものかしら。そうだな。まさにそのゾンビ性が、中心部にストレンジレッドという危険極まりない爆弾を抱えているんだ。ストレンジレッドは中性子母子にしか存在しないとされているんだよ。ゾンビ星が爆弾？危険な香りがするわね。通常、恒星が超新星爆発を起こすと、その過程で星の粒子は自分の核に向かってぐいぐい押し込まれ始めるんだが、まるで自分を自分で飲み込むかのようね。ホラーだわ。その時、プラスの電荷を持った陽子とマイナスの電荷を持った電子が中心核に向けて同時に圧縮され続けるんだ。すると、通常は反発し合うはずのプラスとマイナスの陽子と電子が、一体化して中性子になるんだよ。じゃあ、プラスとマイナスが合体したら、中性子の電荷はプラマイゼロになるってことね。その通りだ。でも、もし重力がこの一体化した原子の融合に勝ってしまうと、この星は中性子星を通り越してブラックホールと化してしまうんだ。だから、中性子星はその一歩手前で踏みとどまったデススターとも言えるんだぜ。聞くからにヤバそうなんだけど。そしてこの時、中性子星の中心部の密度は圧縮されるところまで圧縮されているのだが、だいたい半径 20km ほどの小さな星でも、質量レベルだと地球のなんと50万倍以上になることもあるそうだ。リュウグウじゃないの？リュウグウもグウグウ、リュウグウグウだよ。意味不明よ。そして、その超圧縮された中性子星の中心部には、触っただけでも惑星爆発を起こしかねないストレンジレッドが存在するってわけだ。中性子星って、爆弾抱えてくすぶる星なのね。危険極まりない状態の星だな。でもなんでストレンジレッドがそこに湧いてきたの？まず基本的な話として、中性子星の中心核は、一般的な核物理の法則に全く当てはまらないってことがわかったんだ。だから結果として、そこにストレンジレッドっていう危険物質の存在が浮かび上がったんだね。基本的の木の字もわからないんですけど。それなら、まずクォークの説明からしなきゃだな。クォーク？時計？クォークだよ。
これは物質構成要素の最小単位である素粒子が集まったグループのことなのだが、原子核を構成する粒子である陽子や中性子は、このクォークから成り立っているんだ。物質を構成する要素の集まりってことね。このクォークっていうのが寂しがり屋のぼっち嫌いで、一人で存在することができないから、常に他者とのつながりを求めてるんだよ。あら？誰かさんと似てるわね。マリサもいつも私にひっついて。ああ、ごっこんそれでだな。このクォークは無理に仲間から引き剥がそうとすると、反発したそのエネルギーで新しいクォークを作り出してしまうこともあるんだよ。え？細胞分裂？違うけど、増えるんだって考えてもらえばいいよ。それで、そのクォークっていうのはいろんな種類があって、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、トップ、ボトム、なんていうのが存在するんだぜ。たくさん種類があるのね。私たちなら、トリマ私がチャームでマリサがストレンジかしら。え？何？聞き流してよいわよ。でも、クォークってこんなに種類があるくせに、アップクォークとダウンクォーク以外はさっさと崩壊して、アップかダウンのどちらかになってしまうんだぜ。は。じゃあ最初から2種類でいいんじゃ。まあ、そうなんだけど、これが通常のクォークに見られる法則なんだな。ただ、中性子星の核ではこの法則が全く見られないんだ。どういうことなの？中性子星の中は、一説ではビッグバン直後の宇宙のようだと言われていて、まるで地層の中の化石を調べるように、中性子星の核を調べることで宇宙の歴史を紐解くことができるかもしれないとまで言われているんだよ。死に損ないのデススターなのに？それが不思議なんだよな。崩壊寸前だった中性子星の内部を分析することが宇宙の本質そのものを垣間見ることになるっていうんだから。そんなに大げさなことなの？そうみたいだな。じゃあ中性子星では何が起こっているの？さっき、クォークは一人ぼっちで存在できないって言ったけど、中性子星の中心核の中では、なぜか陽子と中性子を形作るクォークは仲間とひっつかずにバラバラなままなんだな。なぜかしらね。理由はわからないのだが、その単体クォークたちはそのまま竜詰めにされて、クォーク物質と呼ばれる塊になるんだよ。こうして、このクォーク物質を抱えて出来上がった星をクォーク星と呼ぶよ。中性子星とは違うの？見かけは中性子星そっくりだけど、中身が全くもって違う。一卵性ソーセージ的な？ってことは、ストレンジレッドを持ってるのはクォーク星ってことになるわね。お、鋭いな。そのクォーク星の真ん中にあるのがストレンジクォークなんだよ。しかし、こいつがまた変わった特性を持っているんだぜ。なになに？ストレンジクォークは、言ってみればムキムキマッチョのクォークなんだ。マリサ、伝わりにくいからちゃんと説明して。クォーク星の中の圧力がある一定を超えると、通常のクォークがストレンジクォークに変わり始めるのだが、こいつは質量も大きくて強いやつなんだ。体がでかくて力持ち。ジャイアンね。やがてこのストレンジクォークが集まってクォーク物質を形作るんだが、これが最高の密度と安定性を持った物質で、ちょっとやそっとのことではびくともしない強さと頑丈さを誇る、宇宙一の物質になるんだぜ。キャー、ジャイアンの最強集団ね。そこ、とりあえずジャイアン離れようか。あ、はい。で、このストレンジ物質は、全宇宙の中に存在するあらゆる物質の中で最も安定性があるとされることから、中性子星の外でも存在することができるそうなのだが、一つだけ問題点がある。誰にでも欠点の一つや二つくらいはあるわよね。でもこいつ、感染するんだぜ。ギョエー、ウイルス？ストレンジ物質にひとたび触れると、触った物質はすべてストレンジ物質になってしまうという怖い特性があると言われているんだ。やや、今流行りの接触感染ね。ストレンジ物質にちょっとでも触ってしまった物質は陽子と中性子に瞬く間に分離されて、そのままクォーク物質の一部として取り込まれながらストレンジ物質に変化していくんだそうだよ。いやー、恐怖の感染物質じゃないのさ。なんとかして食い止める方法はないの？それがたった一つだけあるのだが、早く教えなさいよ。その方法とは、クォーク星ごとブラックホールに飲み込ませます。はぁ？そんな方法？臭いものは元から盾の法則だぜ。そんなの、丸ごとゴミ箱にポイってだけじゃない。でも現在ではこの方法だけが唯一の有効的なストレンジレッドの退治方法だとされているんだ。もし、ブラックホールからストレンジレッドがわっさーって出てきちゃったらどうするのよ。それはないらしいよ。なぜならストレンジレッドは中性子星の核部分に存在してるから、外に漏れ出してくることはないだろうと言われている。それならいいけど、でも、もしこの中性子星が他の中性子星と衝突したり、ブラックホールにうまく押し込めずにぶつかっちゃったりなんかしたら、その衝撃で中性子星の中にあるストレンジ物質が吹き出して、ストレンジレッドがそこら中にばらまかれる可能性があるんだよな。それ、ダメなやつじゃん。ストレンジレッドは、ギュグッと圧縮された高密度の物質だから、原子よりも小さいや原子粒子よりもさらに小さいらしいんだが、これが何か他の物質に接触するまで延々と宇宙空間の中を漂い続けるんだそうだ。わわわ、やば。そして、ストレンジレッドの特性法則に従って考えた場合、宇宙に大量にばらまかれたストレンジレッドが触れたものは、一つ残らず感染を余儀なくされるんだぜ。つまり、全宇宙じゃやんか。全宇宙、つまり地球ですらストレンジレッドに侵されてしまう可能性があるってことだ。やめてー。
いや、もしもストレンジレッドが地球に接触したら、有無を言わさず瞬く間にストレンジレッド化するんだぜ。一度感染が認められれば、地球上はドミノ倒しのようにストレンジレッドに侵されていくんだよ。そんな恐ろしいことをよくもシャーシャーと言えるわね。結局、地球の原子がすべてストレンジ物質に変わり、地球が小惑星ぐらいの大きさのストレンジ物質と化すまで、奴らの感染は収まらないんだ。誰も止めることはできないんだよ。ちょっと待って。今すごい恐ろしいこと思いついちゃったんだけど。恐ろしいことって？もしも、ストレンジレッドが太陽にぶつかったら、どうなっちゃうの？ああ、そこはあまりに残酷な話だからあえて触れなかったんだが。やっぱりそうなのね。ストレンジレッドに感染した太陽は、みるみるうちにストレンジレッド星となり果てて、弱々しい光を放つ冷たい氷の太陽となるだろうね。きゃあ、そしたら地球も太陽の恩恵を失ってしまうじゃない。その通りだよ。暖かい太陽の光と熱は地球に届かなくなり、地球もまた冷たい死の星と化すんだ。恐ろしすぎる。だから言ったじゃないか。なんとかして阻止する方法はないの？残念ながら、ストレンジレッドは宇宙のウイルスみたいなものだから、仮に近くまで迫っていたとしても、我々にはそれを知る手立てがないんだ。その上、銀河中に存在するストレンジレッドの数は、星の数より多いという説まであるんだぜ。全宇宙をロックダウンしなさいよ。霊夢、ロックダウンの意味わかってんのか？でもここ数十億年の間は、我々の太陽や地球はストレンジレッドの被害を受けていないそうだよ。だから今のところは安心していても良いかもだ。そんな流暢なこと言ってて良いのかしら。少なくとも今すぐにどうこうなってしまう心配はないんじゃないかな。ストレンジレッド恐るべし。マジでヤバい物質ね。ただ一応言っておくけど、今日解説してきたストレンジレッドの話っていうのは、一つの仮説に過ぎないんだよな。ええ？ここまで散々怖がらせておいて、何なの？でも最初にも言ったように、ストレンジレッドの研究は宇宙の謎を紐解く鍵となる可能性を秘めているから、たとえ現在は仮説であったとしても、将来的に大きな進歩につながるかもしれないんだぜ。それが宇宙のロマンってわけね。霊夢、わかってきたじゃないか。私たちの住む宇宙は本当に不思議なことだらけだわ。そんな宇宙の謎を、この番組でこれからも解説していかなくちゃだな。そうね。それでは、今日はこの辺。